ジョン・カルバン・マクスウェルは、アメリカ合衆国の著作家、講演者、牧師であり、主にリーダーシップに焦点を当てた、多数の著作を発表している。代表的著書には、統率者の哲学リーダーシップ21の法則、リーダーシップ人間力の鉄則、部下の心に火をつける21の資質がある。彼の著書は、数百万部が売れたとされ、その一部は、ニューヨークタイムズが見の座、 ニューヨークタイムズベストセーラーリストに取り上げられた。マックスウェルは1947年にオーストラリアのシドニーで生まれた。福音主義のキリスト教徒であった彼は父の後を継いで教約者の道に進んだ。1969年にオハイオクリスチャン大学で学士を取得し、その後、進学収士をアズサパシフィック大学巻海学博士を フラン神学大学で取得した。現在は妻マーガレットと共に南フロリダに住んでいる。インディアナウェスレヤン大学のマックスウェルセンター。1970年代からマックスウェルはインディアナ州、オハイオ州、カリフォルニア州、フロリダ州の様々な教会で主牧した。1九9五年に十四年間勤めていたスカイライン教会の主任牧師を退職して、 以降は、フルタイムで講演と執筆活動を行うようになった。さらに後の2004年には、フロリダ州、パームビーチガーデンズの巨大教会クリスチャン、フェローシップで、牧師職に復帰し、教師牧師となっている。2008年11月16日から、マクスウェルは、カリフォルニア州オレンジ郡の有名な、クリスタル大聖堂でも、客員牧師として死牧にあたるようになった。 クリスタル大聖堂の創設者であり、マクスウェルの師であったロバート・エイ・シュラーは、2008年に、その息子のロバート・エイ・シュラーが、この巨大教会の牧師を辞任した後、数多くの顕著な福音主義的な説教を行った。マクスウェルは、クリスタル大聖堂における説教に復帰して、複数回の説教を担当し、その模様は、テレビ番組、アワパワー・オブ・パワーで放送された。マクスウェルは、 リーダーシップ論の専門家であり、講演者、著作家である。彼が設立した団体には、インジョイ、マキシマムインパクト、ザ・ジョン・マックスウェル・チーム、ISS、イクイップなどがある。イクイップは、指導者支援を行う国際的なリーダーシップ、育成団体であり、80カ国以上の国々の指導者たちが関わっている。その目的は、 有能なキリスト教指導者たちがあらゆる国々において大宣教命令の使命を成就させることである。マックスウェルは、法順500に乗るような企業や国際的な政治指導者たち、ウェストポイントの陸軍主管学校からナショナルフットボールリーグに至る多様な組織などのために毎年講演を行っている。ニューヨークタイムズ紙、ウォールストリートジャーナル紙、ビジネスウィーク紙で、 ベストセラー作家として取り上げられ、Amazon.com が選んだ10周年の殿堂入りした25人の作家の一人となった。著作のうちの3冊、闘争者の哲学リーダーシップ21の法則、あなたがリーダーに生まれ変わるとき、リーダーシップ人間力の鉄則、部下の心に火をつける21の資質は、いずれも100万部以上の売り上げを達成した。マクスウェルは、 インディアナ・ウェスレイアン大学の理事の一人でもあり、同大学には彼の名を冠した建物であるビジネスとリーダーシップのためのマクスウェルセンターがある。マクスウェルはナショナルエージェンツ・アライアンスのリーダーシップ会議に何度も直近では2010年に招かれている。2012年にはトーストマスターズ・インターナショナルから金の小槌賞を贈られた。2013年7月、 マックスウェルの組織はグアテマラで2万4千人の指導者の養成に当たった。ランディストロマンラ、ジョン・マックスウェルチームのメンバーが1週間に及ぶリーダーシップ訓練を実施した。2014年5月、マックスウェルは、インク、死による世界のリーダーシップ、経営の専門家のランキングで第1位となった。より完全な著者のリストは、英語版、EN。 リストオブブックスワイジョン・シー・マックスウェルを参照。ありがとうございます。